夢が終わる日、雪が春の日だまりの中で溶けてなくなるように、思い出が永遠の時の中で霞んで消えるように、今長かった夢が終わりを告げる。最後に一つだけ僕の願いは、仕事で遅くなるから先に食べててって。ゆういち、ゆういち、カレー作ったんだけど食べない？いや、いい。食べないと体に悪いよ。期末テストも近いし体調整えないって。うるさいな、いらないって言ってるだろ。ごめんね、食べたくなったらいつでも言ってね。くそ。今まで忘れていたんだろう。俺、こんな大事なことをどうして。畜生。朝だよ。この木、7年前に切られちゃったんだって。なゆき。町のどこからでも見えるぐらい大きな木だったんだけどね。どうしたの？思い出したんだ。7年前この木から落ちた一人の女の子のこと、うん、こっちで知り合った女の子で、いつも寂しそうな目をしていた。見て、ゆういちくん、綺麗な夕日。明日もまたその明日も、ゆういちくんとずっとこの夕日が見られたらいいのに。また休みになったら愛のところに遊びに来る、約束するよ。ゆういちくん、お願い、あと2つ残ってるよね。うん。だったら2つ目のお願い、僕ゆういちくんと一緒の学校に通いたい。あゆ、
ゆういちくんと一緒の学校に行って、一緒にお勉強して、一緒に給食を食べて、一緒に掃除をして、そしてゆういちくんと一緒に帰りたい。ダメかな、こんなお願い。わかった。じゃあ今からここは二人だけの学校だ。先生もいない、嫌なテストも宿題もない。休みたい時に休んでいいし、遊びたい時に遊んでいい。すごい。じゃあ給食は？何でも好きなもの食べていいぞ。じゃあたい焼き。まさか毎日たい焼きか。うん、まあいいか。俺たち二人だけの学校だもんな。うん、明日もまた学校で会おうな。うん、約束。その日から俺たちはこの森で会うようになった。毎日毎日日が暮れるまで遊んでた。遅刻だぞ、あゆ。ごめん、ゆういちくん。これ探してたんだ。カラス瓶？ねえゆういちくん、これでタイムカプセル作ろうよ。タイムカプセル？僕たちの思い出をこの中に詰めて埋めておくの。あ、お前それ。お願い、まだ一つ残ってるけどいいんだ。僕は今十分幸せな気分だから。残りの一つは未来の自分。もしかしたら自分じゃなくても他の誰かに送ってあげたいんだ。見つかるかな、目印がなくても。見つかるよ。この人形を心から必要としてくれる人がいれば。ゆういちくん。喋るな、今病院に。ごめんね、僕落ちちゃった。木登り得意だったのに。あゆ、そんな顔しないで。大丈夫、僕全然痛くないから。おい、しっかりしろよ。お前のためにこれを、これ買ってきてやったんだぞ。僕に。あ、いらないなら捨てちまうぞ。ありがとう、ゆういちくん。今度会うときは絶対これつけていくからね。あ、また僕と遊んでくれる。あ、じゃあ指切り。ほら、指切りしたぞ。約束だからな。また遊ぶって約束したからな。ありがとう、ゆういち。嘘だ、嘘だろ。あゆ、あゆ、あゆ。それがあゆちゃん。あのタイムカプセルの中には楽しい思い出だけが詰まってるはずだったんだ。あんなことが起きなければ。卑怯だよな俺。忘れてたんじゃない、忘れようとしていたんだ。愛はもうこの世にはいないんだってこと。あいつはずっとあの人形を探し続けていたのに。ゆういち、探してみようよ。あゆちゃんはその天使の人形を探していたんでしょ。だったら私たちの手で見つけてあげようよ。人形？うん、大丈夫、ゆういちならきっと見つかるよ。よし、探そう。何？探し物？人手がいるんだ。俺一人より多い方がいい。この期末前の忙しい時に何言ってんだお前。勉強なんかしないくせに。いいわよ、私手伝っても。かおり、困った時はお互い様ってことで。ありがとう、かおり。しょうがない、わかった、俺も手伝えばいいんだろ。北川、ありがとう。おい、本当にここに埋めたんだろうな。ああ、目印とかつけなかったのか。大きな木のそばに埋めたのは確かなんだけど。それじゃあないのと同じね。大丈夫、きっと見つかるよ。その人形を心から
いれば。おい藍沢、これじゃないのか。え、あったのか。ああ、これなんだけど、どうだ、違うかな。あった。よかったわね、藍沢くん。学食のカレー大盛り。それと掃除当番の代打と、レポートの手伝いってとこで手を打ってやるよ。ああ、わかった。約束する。じゃ、俺たちは帰るとするか。ダメ。私は病院寄ってから帰るんだから。チェッ、釣れないな。じゃあね、なゆき。ありがとう、かおり。北川くん。ゆういち、私たちも早く帰ろう。ああ。汚れちゃってるね。ああ、7年も土の中だったからな。直してあげようか。え、できるのか。うん、なんとかなると思うよ。じゃあ頼む。ねえ、代わりにこれお願いしてもいい？オーケー。やっと見つけた鮎の探し物。これで鮎が戻ってくるわけじゃないけれど、7年前のあの出来事を俺は改めて見つめ直すことができるような気がしていた。はい、水瀬です。あ、お母さん。仕事が長引いて今駅に着いたところなの。何か食べたいものある？今、ゆういちが作ってくれてるところだよ。え、私は仕事頼まれてるんだよ。何もいらないから早く帰ってきて。はいはい、じゃあね。俺が出る。はい、水瀬です。はい、そうですが、ちょっと待ってください。場所は、はい、はい、わかりました。ありがとうございます。何？亜希子さんが事故に遭った。かな。絶対安静です。静かに。ご家族の方ですか？とても危険な状態です。おそらくここ2、3日が山でしょう。そんな。命は取り留められるかもしれません。しかし意識が戻るかどうかは。とにかく親戚の方にも早めにご連絡をしておいてください。俺のお袋に電話してきた。向こうもなんか天気悪いみたいで、空港が閉鎖されていつ飛行機が飛ぶかわからないらしい。困るよな、こんな時に海外なんてさ。心配ないよ、亜希子さんは絶対大丈夫だって。ずっと一緒にいたんだよ。私、お父さんの顔は知らないけれど、お母さんの優しい笑顔があったから寂しくなかった。お母さんがいたから私いつも笑って頑張ってこれたんだよ。学校のことも家のことも。だけど私はもう一人ぼっち。何言ってんだよ。亜希子さんが死ぬわけないだろ。お前一人を残して先に行ったりするもんか。俺だってついてる。だからどうしてそんなことが言えるの。なゆき。ゆういちが奇跡を起こしてお母さんを助けてくれるの。うん、無理だよね。お前、俺のこと励ましてくれたじゃないか。
アユのために天使の人形を見つけてあげようって俺の背中を押してくれたじゃないか。あの笑顔はどうしたんだよ。無理だよ、私もう笑えなくなっちゃった最低だよ私。森で雄一を励ました時だって本当は心の中でほっとしてた。あゆちゃんはもういないって分かったから。だって雄一の目にはずっとあゆちゃんしか映ってなかったんだもん。あゆちゃんのために天使の人形を探そうだなんてそんなの嘘。本当は雄一がいつまでもあゆちゃんのことで落ち込んでるの見たくなかっただけなんだから。まゆき、私もう笑えない、もう強くなれないよ。お母さんがいなくなっちゃったら私はもう一人ぼっち ずっと気づかなかったなゆきの気持ち、きっと7年前のあの時も。探してたんだよ、渡したいものがあったから。これ雪うさぎって言うんだよ。下手だから時間がかかっちゃったけど一生懸命作ったんだよ。また会いに来てくれるよね。ずっと言えなかったけど私雄一のこと。うるさい！俺はずっとナユキの気持ちを踏みにじってきたってことなのか。相沢くん、聞いたわ、事故のこと。大丈夫なの？ああ、何かあったら連絡が入ることになってるから。そうじゃなくて、ナユキのこと、一人にしても平気なの？ああ。私ね、ずっと前から相沢くんのことを知っていたわ。ナユキがいつも嬉しそうに話していたから。そうか。雄一は照れ屋だから分かりにくいけれどとっても優しいんだよ。もう何年も会ってないけど今もきっと変わらないよって。本当に何度も何度も聞かされたわ。そっか。なゆきはあなたがこの町に来る前からずっとあなたを見つめていたのよ。相沢くん。なんだ？なゆきを守ってあげてね。ただいま。この人形はな、どんな願いも叶える人形なんだ。どんな願いも叶えるか。あゆ、俺は一体どうすればいいんだ。俺には奇跡なんて起こせやしない。俺はナイキのために何もしてやれないのか。あいつの気持ち踏みにじって辛い思いばかりさせて。こんなことなら俺あいつのそばにいない方が良かったんじゃないのか。そんなことないよ。あゆ、アユ、お前大丈夫、きっと奇跡は起きるから。え、雄一くんはナユキさんを助けたいって心から思ってるんだよね。誰よりも大切に思ってるんだよね。いや、だけどそれは。だったら叶うよ、雄一くんの気持ちが本物なら。その天使の人形が雄一くんの願いを叶えてくれる。バカ、これはお前の人形だぞ。お前の願いを叶えるためにあげたんじゃないか。僕はもういいよ、雄一くんとまたこうして会えただけで幸せだもん。本当は食べられないはずだったたい焼きもいっぱい食べられたもん。本当にいいのかよ、お前自身の願いはないのかよ。僕の願い？そうだ、お前の願いだ。どんなお願いでもいい？ああ、もちろん。本当に本当？ああ、本当に本当だ。それじゃあ
最後のお願い。僕のこと忘れて。え？僕のこと忘れてください。僕なんて最初からいなかったってそう思ってください。僕のこと忘れて。本当にそれでいいのかよ。愛の願いは俺に忘れてもらうことなのかよ。忘れられるわけないだろう。忘れられると思うのか。ずっとこの町にいることはできないのか。本当にこれでお別れなのか。あゆ、ゆういちくん目を閉じて。ゆういちくん今まで本当にありがとう。しまうのか。おい、返事くらいしろよ。さよならも言わないで行くなんて、そんなのないだろう。あゆ、あゆ、奇跡は起きた。アユが残していった奇跡は俺とナユキの心までも癒してはくれなかった。そして季節は春。カノン最終話、風のたどり着く場所。